天使が、あんなに喋れるなんて思ってなかったね。立派に成長したなと思いました。私、木山公園は、今シーズン合計10シーズン所属したファジアーノ岡山を退団することになりました。初めてファジアーノ岡山に入団したのが2007年、今から15年前です。当時、ベルディからレンタル移籍で地域リーグに所属してきたファジアーノ岡山に入団しました。当時は今の浅田サッカー場もなく、いろいろな岡山市内、倉敷や瀬戸内の練習場を転々として使っていました。ベルディで恵まれた環境しか知らず育ってきた自分にとって、それはとてもいい経験になりました。その当時も大変なことも多かったですが、楽しみながらいろいろな経験をしていたと思い出します。それでも倉敷の中学校で大雪の中、夜にフィジカルのトレーニングをしたときは泣きそうになったことを覚えています。2007シーズンの開幕戦はここのスタジアムではなく、隣にある補助法陸上競技場での試合でした。その時は1500人くらいのサポーター、ファンの方が来てくれたと思います。人数は少なかったですが、厚さがありました。このサポーターをもっと増やしたい。この今は知っていないとスタジアムですが、当時大田のスタジアムであったこのスタジアムをたくさんのサポーターでいっぱいにしたい、そんな思いで戦っていました。当時、その年に JFL に昇格しなければクラブが消滅するかもしれない、そう選手は聞いていました。そんな中で必死に、簡単ではなかったですが、団結してサポーター含め全員の力で JFL 昇格を勝ち取りました。そして次の年も J2 昇格という目標を掲げて JFL を戦い抜きました。2年連続昇格という形になりましたが、決してトントン拍子でいったわけではなく、大変な時期はたくさんありました。でもそんな時もここにいる熱いサポーター、そして最後まで諦めない選手たち、スタッフたちの力で J2 昇格を決めました。ホーム最終戦、2008年の GSC 戦で1万人を超すサポーターに集まっていただきながら、自分が PK を外してしまって勝つことができず、次節に昇格を持ち越してしまったことは、今この場で謝りたいと思います。ごめんなさい。あの時昇格していれば、岡山の飲食店はとても多かったんじゃないかと思います。そこから別に昇格して2年ファジアーノでプレーして、一度岡山を離れました。そして2017シーズン、またファジアーノ岡山に戻ってきました。
当時の監督である長澤哲さんに熱心に誘っていただき、またこのスタジアムで、このクラブで、このサポーターと一緒に J1 に昇格したい、そういう思いで戻ってきました。ただやはり簡単ではなく、キャプテンを任された2シーズンではありましたが、自分の力不足でチームを昇格に導くことはできませんでした。そして有さんになって3シーズン、特に一昨年のシーズン、コロナで全世界が大変な時に、自分も股関節の怪我で8ヶ月ほど離脱しました。長くとてもつらいリハビリだったと思い出します。復帰できそうでなかなかできない、あのリハビリはとても大変でしたが、絶対に戻ってやるという強い気持ちで、そしてたくさんの支えによってこのピッチに戻ってくることができました。一昨年のジェフ戦、ピッチに戻って逆転勝利したあの試合はずっと忘れることはないと思います。2週間ほど前ですか、来年の契約が満了ということを知らされました。自分にとっては2年前にもうクビでもよかったと、クビになってもおかしくなると思ってるんで、もう一回チャンスをくれたクラブにはとても感謝しています。ただそのままじゃ終われない、やはり2017年に戻ってきたときに、なんとしてでもこのクラブを J1 に昇格させる、そういう思いで戻ってきたので、必ずみんなで昇格しなければと強く心に誓いました。今日こんなにも素晴らしい雰囲気を作っていただき、久しぶりの声出し応援、やっぱりゲート店からの声援、そしてスタジアム全体での熱い手拍子、本当にこのスタジアムは素晴らしいな、この岡山のサポーターは素晴らしいなとスタンドから完成して思いました。本来ならこのピッチでその声援、歓声を感じたかったですが、自分の力不足でピッチには立てず、本当に不甲斐ないし悔しいです。ただあと4試合あります。
そして試合も見れずに支えてくれているボランティアスタッフの皆さん、こちらの会社の皆さん、マサダサッカー場で働く皆さん、グラウンドを管理してくれているグラウンドキーパーの方々、本当に10年間ありがとうございました。ありがとうございます。